5分1万円の部分、リピートはさせるつもりは全くありません。次いつ来たらいいですかって言ったら、いやもう来なくていいっていう話は必ず出ます。そんなこと言っちゃうんですか。はい、ただリピート率がですね、なんか異常でやっぱり 100% なんですよね。もう必ず戻ってきます。どうしても治らないっていう方がいらっしゃってですね、いろんな意味でやっぱりうちが最後になる率が非常に高いですね。歩くのも大変なので車椅子を利用するようになった。おー、タッコイペース。右半身動かない、足がちょっと動けて、手は全く動かなくて、下を座る場所がない。お母さん大丈夫？どう？よかったね。その杖は今13年ぐらいなんですよ。動く範囲が違うんですよ。あ、違うんですか。はい、だってそれだけで変わるなんてちょっと驚っちゃいますよね。信じがたいですよ、ね、やられたっていう感じじゃなくて、気づいたらこう終わってたみたいな。整体に来させないみたいな、こういう考え方は広がればいいかなと思って今回参加させていただいたので、劇的に早く治るんだなってすぐ分かる、ストンと治るんだなってのは。なぜ裏に入ったかというと、まあ言ってしまえばですね、世の中の断り、皆さん方が行っている治療方法とは真逆のことです。効果の方が非常に高く上がると。だから余計なことは考えなくて、その形のままの通りにやっていただけると。